はい、今回は、シン・ウルトラマン一番くじの B 賞、こちらですね、マスターライズメタリックバージョンを紹介したいと思います。めっちゃくちゃ出来がいいっすね。はい、これのね、これまあこれはね、大きさがね、これ CCP のね6分の1シリーズと同じぐらいなんですよね。うん、でね、これね、めちゃくちゃ出来がいいのがね、この分割線がね体にないんですよね。このCCP とかは腕とかね、足とか腰に分割線あったんですけど、それがね全然ないんですよね。この赤いラインに沿って分割されてるから、こうパズルみたいにね、あとこの肩のとことか、いやだからそう、こうで分割線が全然目立たないわけですよね。これすごいですよね。これまあなんでそういうことできるかっていうこと、この中身が詰まっててずっしり重いんですよね、これ PVC だけど。だからこう中身全部詰まってるから好きなところで分割できるってことなんですよね。こっちのソフビとかだとそうはいかないですよね。中が空っぽなんで、うん、決まったところで分割しないといけない。あ、これはねすごいね、考えた人すごいなと思っちゃいますね、こういう分割の仕方を。あとやっぱりね、このメタリックの色ね、この銀色のところももちろんギラギラだけど、このね赤いところもねメタリックになってるって、これはもう劇中のイメージに近いですよね。この2点ですね、やっぱこのフィギュア素晴らしい。こういうとこのラインとかほんといいっすよね。劇中のままって感じ、ぬめっとした感じが出てますよね。いやこりゃいいですね。はい、でね、これ中身詰まっててずっしり重いせいか、なんか結構バランス取れるんですよね。はい、でね、あのこっち、これソフビスタイルヒーローズってこうプライズ経費なんです。これもねまあまあよいいと思ったんですけど、これムービーモンスターに比べると、このねムービーモンスター、この足に分割があったんですけど、これはそれがないんで、なんかスラッとしたね、すだちのシン・ウルトラマンとしてはなかなかいいかなと思います。ほんと中古でっていうか、まあメルカリとかでね1700円ぐらいで買えたんで、送料込みでコスパ抜群ですね。はい、でまあちょっとね、こっち CCP ね、もう出来はいいんですけど、やっぱ分割線が目立つっていうのと、まあ目立つっていうか普通なんですけどね、やっぱシン・ウルトラマンの場合は分割線がどうしても目立っちゃうんですよね。これやっぱりね、この造形の面では各社ともにその大差ないっていうか、 CG なんでそんなに表現に違いが出ないんですよね。だからやっぱり一番大事なのはこの分割線の位置ってことになっちゃうんですよね。これ出来はいいんですけどね、目とかね。だからCCP だとこういうねスーツ系のウルトラマンだと本当に超絶リアルなんですけどね、これは CG なんでそういう違いが出せてないっていうかね、差別化があんまりできてないのかなって感じですね。出来はいいんですけどね、その値段に見合った違いがあるかっていうとそうでもないかな。やっぱこれがね、この分割ラインのない、フィギュアがね、ちょっとシン・ウルトラマンに関してはこういうやり方が正解かなと思います。まあねこうなんかちょっとね傷みたいなのとかね、
ちょっと汚れみたいなのかすかにあったりするし、ちょっと当たり外れはありそうなんですけど、まあ結構まあパッと見十分かなと思いました。はい、以上一番くじ B 賞のコメントでした。